続きまして、サンタンジェロフィルハーモニー管弦楽団と指揮者スティーブン・エデリさんについて少しお話を伺いたいと思います。スティーブンさんは、いらしていただくたびにいつも進化しているね、進歩しているねというふうにお話を伺いまして、私も大変嬉しく思っております。またサンタンジェロフィルハーモニー管弦楽団の方も、前田のマテキ公演の時も本当にだんだん進化してきて、音楽するのが毎回毎回楽しみでしょうがないというお声をいただきまして、こちらも本当に嬉しく思っております。そのあたりを少しお話伺えますでしょうか。そうですね、まあ、オーケストラに関してはね、本当前回の時も今までで一番本当あのプロダクションというかね、歌手とオーケストラと噛み合ったねという話があって、非常にね、オーケストラの話でしたね、はい。まあ、やはり総合芸術なんです。こちらの方でやはりこういうことをやりたいんだ、それで出していって、その中でやっぱりこう、まあ、ある意味戦って喧嘩して、その上でお互いの道を見出していくというものは非常に本人が喜ぶし楽しみますよね。その中でまたこちらがアイデアを出すからコンバしてくるというのを駆け引きも毎回毎回僕も楽しいですし、するんですし、もちろんやりやすいというわけなんですが、やはりこうぜひ来ていただけるのであれば、漠然と人に乗っかって何とかしてもらうんじゃなく、自分なりに音楽を考えてきて、それがね、少々何かあったらこちらの方でも指示もできるし、スティーブの方でもやってくれるし、そういったところでもっともっとまだまだ面白いやつができるんじゃないかなと思っています。またその中でも基本的なルールというんでしょうかね、オーケストラだったけどやらなきゃいけないということなんかも教えていかなきゃいけないだろうし、学んでいただくべきだし、失敗して構わないのでどんどんやって、それを打ち合わせの時に出して、そして今後はさらにまだまだもっと面白いことができると思います。そしてオーケストラもね、私もそれを望みますけど、もっともっと意欲的でこういう、そうですね、表現、こういうものというものを出していただけるプレイヤーにぜひ来ていただきたいですね。はい、そうですね、本当に進化しつつ勉強になる場だなと思います。本当に変わってきましたよね。まあ、オーケストラで歌えてありがたいですと思っているような人は逆に対してはそれできないので、オーケストラ勉強するにしてももちろん、オーケストラだったら私はどうなのか、なんとなくやってみて、気の余裕を持っていきますので、しっかりと芸術ですね、いきたいと思います。はい、ありがとうございます。お話が少し変わりまして、ミュージカサンタンジェロではコンクールやオーディションを行っておりますが、私、審査員の先生に少しお話を伺う機会がありまして、審査員の先生にどのような受験者にいらしていただきたいですか、などと少しお話を伺ったのですが、失礼しました。愛情のあるお話を伺うことができまして、こういうふうに将来なってほしいな、こういう演奏家が来てくれたら嬉しいなというお話を伺いますが、審査の裏といいますか、その辺のお話など少し伺えますか。そうですね、今審査員でロバート・ライカー先生、そして素敵な先生、森風先生というのを聞いていただいて、非常に実践的な先生方ですよね。非常にまあ、とにかく名声だけあるとかいうよりは、本当にプレイヤーとしてしっかり流れができている方だったり、茂木先生の音楽美学の方がどちらかというと強かったりというような場合がありまして、なんていうんでしょう、まあ、本当に皆さんこだわりますよね。あと、そのように思いがしてますし、それともう一つ、私の方で審査の時に必ずお願いしていることは、ただ現在のどのくらい演奏ができるかということを見ることも大事なんだけれども、同時に自分たちが同僚としてこの人と一緒に演奏したいかどうかということについて非常に考えてほしいということをお願いをおっしゃっています。要するに点数はあるけど、上手いんだけど一緒にプレイしてくれる人っているんです
ですよね、正直なところ、周りのことは分からないみたいな、そういった意味で本当にこの人と、要するにやはりコンクールとかで仕事というかですね、プロでやっていくための登竜門としてやっていく方が多いでしょうから、本当にこの人と仕事していくのがいいのか嫌なのか、そこのところを非常にこだわってくださるようにお願い申し上げています。だからその細かいニュアンスだったりそういったところも持っていますし、やっぱり我々ぐらいの人間の目線から見たときにこだわるのと、やっぱり若い者の中で位置づけ的なところをすごさを競うのであれば、まあいいんだけれども、うん、一緒にじゃあ演奏するかというと、そういったところですよね。あとは本当に審査票なんかについても、どのぐらいのところで書いたらいいのと正直聞かれたりするときも最初あったんですけど、まあ、やはりね、不愉快に感じることはあるかもしれませんが、本当に包み隠さず基本的にはこう思っていること、ここが変わったらいいのにということをきちんとこう書いていただくように、切り締めになるのかなと思いますが、今分からなくても5年も10年もきっと分かっていただけることもあると思いますし、本当に実際、プロの現場でどうなのか、そこのところに強く考えているコンクールだと思います。そして、それ同時に、現在、今までどうかもあるか、将来それが伸びるのか、それ仮に、うちは年齢制限ありませんので、50の方であろうが、60の方であろうが、どれだけ伸びるのかというところを非常に見てまして、今上手い人より明日上手くなる人、はい、ここも一つ、もちろん現在の技術に差があればですが、そこも見て評価しておりますので、本当に毎回終わってからの審査の打ち合わせって、こう、ケンケン。でも大体みんな、一定のレベルで弾ける人の感じることって同じなんですよね、ここが足りないと。だから大体、多少の好みのばらつきがあるんだけど、やはりみんな本質的に考えたくていいと思うので、そういったところでも、やはり今日、参加した人たちの経験を将来のことのようになるということで、まあ、私たち自身も、皆さんの審査の先生がとって、私たち自身も毎日勉強なんだけれども、その中で、一つ目、二つ目のいいプレイヤー仲間が、ここから育てられるというのがです。はい、ありがとうございます。オペラのお話をもう少しだけ聞かせていただいてよろしいでしょうか。はい、ムジカサンタンチェロでは先ほども申しましたように、オペラ、ノーカットルームで行うことが多いという話でしたが、ハヨタの公演も予定しておりますので、そうですね、こちらも、まあ、どうしても今の状況でモーツァルトが多くなっていたので、まあ、他のものもということで公演が始まりまして、そうですね、まあ、今回今稽古始まったところなんですけれども、まあ、やっぱりきっちり読むと違うなというか、ハヤトなんだけど、その中でもただ、なんとなくそれらしい、まあ、言葉は悪いですけど、オペラごっこになっているのもたくさん見かけますので、やはりしっかり学校で作品を使わないと、その中で、まあ、ハヤトなのに一部分になるということですけど、本質、作品から本質、まあ、勉強で構わないんですが、来ていただいた方にはしっかり、そしてそれがお客様にアピールできるようなことに出ているのがね、やってて、こう、こんなに面白いの、なんで普段こんなつまんなくみんな演奏してんだろうなっていうのが、まあ、学生さんが初期にね、まだきっちり行かないようにやっている場合が多いので、もちろん、意思ごとって何もできないわけじゃないですから、それもありだと思いますが、やはり、なんていうんでしょうね、こう、まあ、逆に短い部分に絞るので、より深くできますので、そういった意味も有意義なようにして、ただし、本当にしっかりと勉強して、音楽にときめけるような、したいと思います。はい、ムジカサンタンジェロではオペラキャストして、演奏会出演者募集しております。詳しくはムジカサンタンジェロホームページをご覧ください。音楽を心から愛する皆様の抱負を私たち一度お待ちしております。本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。